4月で卒業されるんですか？はい、改めて、はい、7月の28日をもって。あ、ほんまやったんや。ほんまなんや。は、はい、ペニーから今年に契約を解消する。休み会、俺知らされててよかったよ。まあそうだよ、確かに。ワンチャン当日まで自分知らんかったらどうなってたよ。それ寂しいか。俺その世界線ちょっと思うよね。まあでもなるべく早く話したかったけどね、いろんな人に対して。でも前日まで本当に行かないライバーの人もいる、ね。まあでも、こういう関係多いですからね、やっぱ前とかは。そうね。そうだね、なんか。え、もう無理。もう無理。え、やっぱやめた、無理。いや、もう大炎上よ。いや、もう逆にいられなくなるよ。別にいいよ、炎上なんて。まあ炎上。周りがなんていうか関係ねえよな。時間が解決するから。そう。意見。あの、ヘイトは全部俺が買う。おー。うん、あの、眉のことなんか言ってる視聴者の全員リプする。うるさい、黙れって。みんなに言うわ、俺。全部ヘイト買うわ。それでどう？一旦、うん、一旦ちょっと聞かなかったことに。今のは。一旦聞かなかったことにしてもらうとして、うん、まあ、もうちょっと話し合いに疲れたかな。あ、結構話したんで、じゃあやっぱ。まあ、やっぱ、3ヶ月、4ヶ月話したので。まあ確かに、そんなね、本って今回、まあ、表ではまあ、発表でね、視聴者の皆さん知ったと思うんですけど、うん、まあ、ご本人の中では、時間をかけていろいろ。そうだね。そうだね。すごい前向きな気持ちではあるよ、本当に。ちょっと、ずっと ふざけてたけど、マジな話していい？お。二次三次ってさ、辞める必要ないじゃん、言っちゃえば。別に。いや、まあそうね。やめなくてもいいじゃん。そう。やめなくても、はい、別に配信しなくて、活動休止みたいな。さまざまなスタイルが、そうだね、ありますから。別に毎日配信してない人だって、毎日どころか毎月配信してない人だって。うん。やっぱその中で、やっぱね、卒業するっていう択を取った、うん、そのやっぱ、眉の気持ちを、やっぱり尊重してあげることが、やっぱすごい、これでも眉にとって、嬉しいことなんじゃないのかな。